次回の更新は9月1日木曜日です。次回の番組内容をお伝えします。街の出来事では、市内で行われたイベントの模様をお伝えします。前橋市長が市政について語るテレビ版市長コラム。次回は湯の瀬で見つける榊原の新たな楽しみをお送りします。市政ガイドではマイナンバーカードについてをお送りします。定例記者会見での市長からの発表の内容をお送りします。続いてミニ情報のコーナーです。今回は修税課からのお知らせです。今月は市民税・県民税第2期の納期月です。納期限は8月31日水曜日までとなっています。お忘れなくお納めください。市税は金融機関や郵便局だけでなく、コンビニ・スーパーなどに設置してあるマルチコピー機・キオスク端末などでも納付できます。またスマートフォンの専用アプリを使って納付することもできますので、詳しくは津市ホームページをご覧ください。秋の花苗などを使ったガーデニング講習会に参加しませんか？見物とリーフの寄せ植えをする寄せ植えの講習会は9月24日土曜日の午前10時30分からと午後1時30分から開かれます。費用は1人2000円です。5種の花苗などを寄せ植えする秋の花苗寄せ植えの講習会は9月25日日曜日の午前10時30分からと午後1時30分から開かれます。費用は1人1000円です。各講習会はお城西公園芝生広場で開かれます。定員は各回10名で、応募者多数の場合は抽選を行います。参加を希望される方は9月8日木曜日の午後5時までに、郵便番号、住所、氏名、電話番号、希望する受講日時を電話、ファクス、E メールで都市政策課までご連絡ください。電話番号は059-229-3290、 ファクス番号は059-229-3336です。この後は市役所からのお知らせをお伝えします。次回も津市行政情報番組まるっと津ガイドをぜひご覧ください。やっぱり僕はこの街が好きさ。